今朝の朝の報道では、菅総理の資金管理団体が、外国人から2006年に100万円、2009年に4万円の献金を受けていたと、こういう報道でありますが、事実でしょうか。菅内閣総理大臣。今日の報道について、ご説明を申し上げます。まず私が仲人をした知人から、自らの中学高校の同期生で、不動産関係の仕事をしている人として数年前に、紹介をいただいた方があります。釣りなどに誘われてその知人とともに一度出かけたことがあり、またそれ以外にも数回会食を共にしたこともあります。日本名の方であって日本国籍の方と思っておりました。報道のように外国籍の方とは全く承知いたしておりません。献金については事務所の方に確認をいたしましたところ、いただいていたということであります。現在日時や金額など詳細についてはさらに調査をいたしております。報道のようにもしその方が外国籍の方であることが確認された場合には全額返金をいたします。野上幸太郎君。そもそもですね、菅総理、前回ですね、前原大臣の事案が発生をしたときに、ご自分の資金管理団体の調査をしっかりとしなかったんでしょうか。それから各官僚の皆さんにもしっかり調査をしろと、そういうことを命じなかったんでしょうか。お答えください。菅内閣総理大臣。今申し上げましたように、この方は日本名であり、そして、日本国籍の方であると思っておりましたので、調査をいたしましても日本名で私、届けてちゃんと手続きも正式の手続きも取っておりますので、それでは見つからないということであります。野上幸太郎君。いや、この報道を受けて調査をしたのか、それともすぐ調査をしたのかお聞きをしています。菅内閣総理大臣。私が前原大臣の時にその後の質疑でも申し上げましたけれども、こういうことの再発を防止するためにはどうしたらいいかということを党の方で検討いただいております。私についても今申し上げましたように、個人献金をかなりの方からいただいておりますけれども、それを見てもそのこういった今報道されたようなことについて、それを判断することはできないわけでありますので、そういった意味で、どういう形で、そういうことを再発を防止するか、これからも党としても検討してまいりたい、こう考えております。野上幸太郎君。全く危機感が薄いというふうに思います。各官僚閣僚の皆さんもどうでしょうか。本当は全員にですね、お一人お一人お聞きしたいんですが、時間もありますので、前回ですね、話題になりました野田大臣、蓮舫大臣、そして法を司る枝法務大臣、調査されたのかどうかお聞かせください。野田財務大臣。基本的には日本国籍の方から献金をいただいているという前提で公開をしております。事務所内で あえてそれを再調査したということはございません。蓮舫大臣。お答えいたします。基本的には日本国籍の方から献金をいただいていると認識をしております。でなお献金の申し出をいただいたときに、私の事務所からは政治資金規正法に基づいて、外国人の方からはいただけないという旨を、その紙をお渡しをしてご了承いただいて、そして献金をいただいていると存じてますので、ないものと思っています。後の大臣は枝法務大臣。政治資金報告書の届け出のときに、当然日本国籍の人々だと思いまして届けているわけでありまして、しかもすべて日本名
でございます。その、うん、届け出のときにちゃんとそれは確認をしておりまして、それ以上のことはしておりません。上上幸太郎君。今のご答弁で、あのあと再調査は全くなされてなかったということが明らかになったというふうに思います。総理はですね、まあ、市民運動家ご出身でありまして、まあ、政治資金は薄く広く集めておられるとこういうイメージを持っておりましたが、今回は個人献金で、まあ、一度に100万円の献金を受けたということでありますが、こういうことはよくあることなんでしょうか。お聞かせください。菅内閣総理大臣。比較的まれのことであります。野上幸太郎君。比較的まれだということであればですね、やはりそれは事務所から報告を受ける、これが自然であるというふうに思いますし、合わせてそれがどういう方かとこれを確認するのも当然だというふうに思いますが、そういう報告等々はなかったんでしょうか。お聞かせください。菅内閣総理大臣。先ほど申し上げましたように、この方は私が仲人をした知人の方から、その中学校高校の同級生、確か同期生ということで、紹介された方でありまして、そういう認識の下で、紹介をされておりました。以上です。野上幸太郎君。いや、質問に答えてください。100万円を受けたという報告は受けてなかったんですかと、これを聞いています。菅内閣総理大臣。確か5、6年前のことで、報道されておりますけれども、今記憶にあるかと言われればですね、その時点で、報告があったかどうかの記憶はありませんが、今回報道がありましたので、事務所の方に確認をしましたら、そういう方からの献金を受けていたということは、今回改めて確認をいたしました。野上幸太郎君。全く不自然な答弁だと思いますよ。100万円の献金を受けて全く知らなかったということは、これは私、本当に不自然なことだというふうに思います。この男性はですね、何をされておられる方なんでしょうか。どういうご関係でしょうか。もう一度お答えください。菅内閣総理大臣。先ほど来お答えいたしておりますように、私が中尾を務めました、知人から、その方の中学高校の同期生ということで、数年前紹介され、不動産関係の仕事をしている人との紹介を受けました。野上幸太郎君。報道ではですね、旧横浜証券信用組合の元理事という報道であります。まあ、現在は中央証券信用組合ということでありますが、これは関東財務局からですね、行政処分を受けております。その理由の一つが、反社会勢力への対応が不適切というものであります。菅総理はそもそも、この男性がですね、この旧横浜証券信用組合の元理事と、こういう認識はあったんでしょうか。菅内閣総理大臣。知りませんでした。野上幸太郎君。釣りに一緒に行ってですね、何回も会食をしてですね、どういう仕事をされているか、そういうことを話さなかったんでしょうか。これ全く不自然であります。もう一度答弁してください。菅内閣総理大臣。先ほど来申し上げておりますように、私がよく知っているのは、中尾を務めましたその知人はよく私は知っている方であります。その方からの紹介で、自分の中学高校の同期生同級生であるということで紹介され、不動産関係の仕事をしている方と、そういう紹介をいただきました。私が知っているのはその方についてはそれまでです。野上幸太郎君。ですから紹介を受けた経緯はそうだと思います。で、紹介を受けてその後何回も会食をされて、それにも一緒に行かれているわけであります。それで全くその方がどういうことをやられているか知らないというのは、私は全く不自然だということを言わざるを得ないというふうに思います。そもそもですね、
前原大臣は、まあ、結果として献金の事実は知らなかったとおっしゃっているのにですね、これは外交の責任者として事実を重く受け止めて辞任をされたということであります。何よりも国のトップが外国人から献金を受けてきたということが判明をしたわけです。このことについて責任を感じないんでしょうか。菅内閣総理大臣。まず現在、事実関係は私も改めて調査をさせております。その上で、今のご質問にお答えをいたしますと、何度も申し上げて恐縮ですが、私の仲人を務めた知人から紹介をされて、まあ、釣りに一度ご一緒したりしたことはありますが、それ以上詳しいことは、私、その人にことについては知っておりませんでした。野上幸太郎君。私はですね、敬意を聞いているじゃないんです、責任を感じるかどうかと、このことを聞いているんです。菅内閣総理大臣。今申し上げたように、私がその方については、日本名でもありましたし、日本国籍の方だと思っておりましたし、現在でも報道は見ておりますけれども、その方が日本国籍であるのか、そうでないのかを、まだ私自身は確認ができておりませんので、現在調査をしております。野上幸太郎君。いや、まだそれを認識してない、もしそうだったらどうだと、それを聞いてるんです。菅内閣総理大臣。もし、外国籍の方ということが判明したら、全額を返金いたします。野上幸太郎君。ですから、返還をすれば済むと、こういう問題じゃないと言ってるんです。認識が全く甘い。菅総理の今の一連の答弁を聞いておりますと、この事案に対する危機感、責任感というものが全く感じられない。自民党としては、この問題をこの後もですね、徹底的に追及をしていきたいというふうに思っています。ぜひ、集中審議の要求もしたいと思いますが、委員長またよろしくお願いします。